はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も移植版モンスターファーム2の修正点について、はい、語っていきたいなと思います。で、またね、新情報が発表されてて、まあ、今回はね、15個かな、なんかね、まあ、土曜日に撮ってるんですけど、土曜日だから10個なんか発表されたんで、いつもだったらね、平日だったらまあ5個ずつなんですけど、今日はね10個発表されたんで、まあね、先日の分と合わせて15個ねについて語っていきたいなと思います。前回までで1番から20番か話したんで、21番から35番まで、このね原作との違い50個のうちの15個話していきたいなと思います。で、まず21番、オートバトルの AI 調整、ブリーダーが指示出さなくてもモンスターが積極的に戦うようになったよ。まあ、これはね、僕はあの応答戦でよく言ってるんですけど、あのガッツがね40以上ないと基本的に技打たないんですよ、この指示なしの場合で。まあ、40未満でも打つことあるんですけど、その時はまあ、あのモンスターが意味不明になったり、相手のモンスターが意味不明になったら、まあ、40ぐらいでも39とかでも打つんですけど、まあ、基本的にね40ないと打たなかったんですよ。それがちょっと改善されて、多分その39以下でも普通に打っていくってことかな。だからワンみたいな感じでバンバン打っていくのかもしれませんね。まあ、それはそれでね、ちょっとガッツ補正が効かなくなるんで、ちょっと微妙なところもあるんですけど、まあ積極的に戦うようになったということですね。はい。まあ、これ選べるといいんだけどね、積極的に戦う、慎重に戦うとか、そういう作戦ドラクエみたいな感じで出せたら一番いいんだけど、まあワンみたいな感じになるのかな。はい。で、22番、コンピューター側の状態変化発動修正、昔は底力逆上にならなかったの、今回は敵も感情豊かだね。これはもうその通り、敵が底力とか逆上とか使ってくるようになるってことでしょうね。よくよく考えたら、そういえば敵底力とかなかったな。うん。だからちょっと敵が強化されますね、これ。底力っていうのはもう単純にあのダメージ倍ですからね。逆上っていうのは、まあ、ガッツ回復早くなるんだけど、ガッツダウンも伸びて、まあ、ちょっと回避が落ちるとかいうデメリットもあるんで、そこはねモンスターによって変わると思うんですけど、底力のあるやつは普通に強化されるかなと、はい、いう感じですね。あ、これオルドーフ怒ってますね。逆上強くなる。オルドーフは回避モンスターなんで、逆上だったら弱いと思うけどね。はい。そして23番、状態変化余裕の効果修正、余裕の時に攻撃を受けると大ダメージになるよ、モンスターだって油断対できる。まあ、この余裕っていうのはね、基本的に回避率が上がる状態変化だったんですけど、まあそのデメリットがあって、本当は敵からのダメージ倍食らうっていう、うん、そういうちょっとデメリットがある状態変化だったんですけど、このダメージ食らう部分がバグによって、うん、適用されてなかったみたいなんで、ちょっとねこの余裕っていうのが弱くなったってことかな。まあそれが基本なんですけど、はい、まあ修正されたということですね。だから余裕を出したモンスターはちょっとダメージに要注意ということになりますね、って感じで。そして24番、状態変化団結の効果修正、団結の時にはガッツ回復が早くなる、コロペンドラの本領発揮だね。まあ、この団結ってのはコロペンドラ以外使わないと思うんだけど、基本的にはね、今までだとガッツ回復速度が 0.5 倍かな、半分になって、で移動速度が A になるっていう効果だったんですけど、これもちょっとバグで、本来だったらこのガッツ回復が倍になるはずだったんですよ。だからちょっと弱体化された状態でなってたんですけど、これが、ガッツ回復2倍になった上で、で移動速度も A になるんで、これは結構強いですね、団結。まあ、今までがおかしいけど、団結して弱くなってるっていう。ガッツ回復速度遅れるっていう、そういうのが、はい、直されたみたいですね。だからコロペンドラは若干強化かな、ということで。次は25番、アイテム複数購入機能の追加、アイテムを複数同時に買えるようになったよ、ベルデおばちゃんありがとう。これ前回もさ、あの万能のり売れる時にはベルデおばちゃんありがとうって言ってたけど、あのベルデおばちゃんこれやってくれてんのね。これは結構ね要望あったやつですね、僕も言ってたし、やっぱあのね、アイテム買うときに一個一個買わないといけないっていう結構めんどくさい仕様だったんですけど、これが普通にだから5個とか10個とかねまとめ買いできるようになったということで、これはみんな嬉しいんじゃないかな、相当、まあ、今回でも一番レベルの修正だと思いますね。はい。で、次26番、モンスター体型変化実装、モンスターが太ったり痩せたりするようになったよ、見た目が変わらないモンスターもいるけどね。いや、これは今までも変わったと思うんだけどな、変わらないモンスターもいたのかな。たまにねツイッターに激安状態とかあの激デブ状態とか上げてたんだけど、まあこれが今まではなんだろうしてなかったのかな。いや、してたと思うんだけど、はい、わかりやすくなったということでしょうね。はい。
という感じで、まあ僕もちょっとよくわからないんですけど、こういう風になったと。で、27番、ノラモン育成の実装。なんと、レアなノラモンを育成できるようになったって、どんなモンスターかワクワクするね。いや、これは、まあ散々ね、僕が戦ってきたあのフェニックスとか、マグマハートとか、ね、ここら辺を、育成できるようになったと。これはすごい。だって、これ、ノラモンってさ、正直、めちゃめちゃ育てたかったじゃん。それが、育てられるようになったってことは、相当でかいですね。みんなも好きでしょ。ノラモンでね、かっこいいなと思う。これがまあ、育成できるようになったということなんで、いや、いいですね。これ、映像にも出てきて、これ、あれかな、フェニックスかな。はい。ということで、これ、相当、良心的な修正ですね。いや、本気だな、マジで。で、次、28番。白蔵白モッチ育成の実装。レジェンド杯に出てくるあのモンスターたちも育成できるの。白くて可愛いね。はい。これもね、同じく、あの、モストとポリトカなんですけど、今まではね、再生できなくて、育てられなかったんですけど、これも再生できるようになると、育成できるようになると。いうことでね。はい。これもいいですね。モストとか育てたいもんね、やっぱり。まあ、ポリトカは正直いいけど、ポリトカはそうでもないけど、これはね、このノラモン育成と同じで、大きいなと思いますね。結構目玉だと思う。で、29番。モンスターの能力修正。目に見えない才能の変化も多いとか、中には長生きするレアモンも育てるのが楽しみだね。これ多分前回僕がね、言ってた通り、あの、ムーの能力適性とか、ちょっと能力適性がね、明らかおかしいんじゃないかなっていうモンスターの、その能力適性が修正されたのかなと思いますね。まあ、ムーもね、ビークロンの適性引き継いでたんで、多分、なんか設定ミスだろうと思っていたんですけど、はい、そういうのかな。あと寿命とかもちょっと変更になってるのかな、レアモンド。まあこれはちょっとね、実際やってみないとわからないんですけど、まあいい部分だと思いますね。そして次、30番、対抗戦出場モンスターのパラメーター修正。対抗戦出場フィンバモンスターのパラメーターを修正したよ。それでも勝つのはアイマでしょうと。まあこれはあのフィンバ側だから、相手ですね、相手側のモンスターがちょっとパラメーター変わったと。どうなんだろう、アキレールとか弱くなったのかな。これもちょっとやってみないとわからないんですけど、うん、どうなんだろうね。わかんない。これはちょっとまたプレイしてみてちょっと楽しみな部分かな。はい。まあ、アキレール変わってないと思うんだけどね。で、31番、シルバー杯ラッキーのパラメータ修正。ラッキーのパラメータを正式な値として採用したよ。はい。ということでね、このラッキーっていうのはもともと設定ミスだったのかな、これ。設定ミスだったのかな、このライフと賢さだけ高いっていう。本来だったらもうちょっと強いモンスターだけど、まあ設定ミスしてたんで、まあそれを正式にそのまま引き継ぐということで、まあこれは変更ではないですね。正式な値として採用したよということなんで、まあこの PS 版から変わらずの、はい、能力で戦ってくれるのかなと。まあこれもいいんじゃないかな。今更ね、これが強くなってもちょっと違うかなと思うんで、はい。まあこれは、修正なのかな。まあ、それまま通ったということですね。で、32番、画像およびメッセージフォントの画質向上。メッセージが読みやすくなったり、体感のロゴが綺麗になったりしてるよ。うん、まあこれも普通にいいんじゃないかな。まあね、最新ゲーム機でできるんで、スイッチとかスマホとか、まあこれは普通に嬉しいですね。特に言うこともなく、まあいい部分じゃないかなと。1も綺麗になってたしね、やっぱり。はい。で、33番、モンスター動作の不具合修正。もうおかしな動きしたり動かなくなったりしないでね。いや、これは正直わからない。だってあの PS のゲームなんてそんなの当たり前じゃん。今のゲームと違ってね、別におかしな動きしてても、あ、これ別に、まあ、PS だから仕方ないかっていう気持ちもあったんだけど、まあそれがなくなるということですね。だからどれがおかしな動きかわからないんですけど、まあちょっと滑らかになるのかな、動きが。はい、そんな感じで、まあ、これもいいんじゃないかな。で、34番、グラフィック不具合の修正。細かいところまでいろいろ治ってる。違いを見つけてみる？いや、わかんない。これわかんない。どこら辺が変わったんだろう。正直わかんないんだけど、まあ、どっか変わってるんでしょうね、見比べたら。なんだろうな。いや、わかんない。わかんない。結構綺麗だったからね、PS1 にしてはさ、モンスターファームって。だからね、そんなグラフィック不具合あったのかわかんないんですけど、まあ、所詮 PS1 だからあったんでしょうね。はい。そして35番、ダメージ計算上能力数値細分化。小さな能力の差がバトルの結果を左右するかも。大事に育てよう。これはね、モンスターファーム2って基本的にあのダメージ量とかはレベルで決まるんですよ。レベルで。だからレベルが、ね、1とか2とかだったら変わるんだけど、
まあ大体それが50ずつね区切られていて、だから力100と力140だったら同じレベルなんで変わらないんですよ、ダメージ的に。まあ受けるダメージは若干変わったと思うんですけど、与えるダメージはねそういうの変わらなくて、まあレベル主義だったんですけど、これがまあ細かい数値まで計算されるということで、だから今までと違って同じレベルでも数値の高い方がダメージ出るようになったっていうことでしょうね。逆にダメージ出ないっていうこともありますけど、はい、まあこれも1方式かな、1はそうだったんで、1と同じような能力ダメージ計算になったということで、はい、今回ねこれ35番まで15個ね、20番から35番までちょっと語ってみました。いやどうだろうな、今回で大きかったのは、正直一番大きいのは、まあ、ちょっと被ってんだけど、この野良モン育成と白象白モッチョ育成、これは実質モンスターが増えたと同じやかに、ね、結構触ってたい人もいただろうし、これは相当でかいと思いますね。これが MVP かな。で次がアイテム複数購入、これもでかいね。これも普通にねお得な機能なんで、全然賛否のない機能なんで。で次がモンスター能力修正かな。やっぱムーのね能力ちゃんとしてほしいよっていう、いうのもありますね。まあ、他にもね状態変化のちゃんとしたね適用とかもあるんですけど、そこら辺が大きかったかな。いや皆さんはいかがだったでしょうか。あとね36番から50番まで、まあ、多分次回でね話したいなと思いますので、あと何があるかな。でもあんまないんだよね正直。結構ねもうかなり神ゲーになってきてるよこれ。まあ残りね15個も楽しみにして、はい、また次回語っていきたいなと思います。ということでアポロンがもう移植版モンスターファームについて語る、その3でした。ご視聴ありがとうございました。